皆さんこんにちは。香川亮の今を生きる後編です。今日は、本間理恵さん、ALD の未来を考える会の理事本間理恵さんをお招きしました。それの後編です。理恵さん、先ほどに続いて、後編お願いしたいんですけども、はい、今日、この後の、話はこの理恵さんの活動と、はい、それから本についてちょっと紹介したいと思います。はい、そもそも、理恵さん、ちょっとあそこで、見せていただきます。命光る時、この本は、孝太郎くんの時の話だけではなく、そうですね、発病して、うん、から書いたんですけれども、はい、それ以前からちょっとさ、生まれるところからですか、生まれてから。あ、そうですね、なんで書いたかがわからないので、ちょろっと書いてます。もうちょろっと書いて、あ、はい、なんで書いたかわからないから、その先からこう、そうです。ああ、なるほど。もともとはじゃあ孝太郎君が、はい、障害を発症した時から書き始めた。そうですね、病気、はい、を確定診断された、うん、はい、その後から書いて、在宅もして、はい、いろいろやった後にどうして生きてるんだろうとか、うん、どうしてお日様がそこにあるんだろうとか、うん、なぜこの花はここに咲いてるんだろうとか、はい、いうことを毎日毎日考えるようになって、はい、で、まあ、もともとなんかそういうの綴ってたんですよね、はい、こう勝手に書いてたんです、はいはい、でそれをなんかいいって言ってくれる方がいて、はいはい、でこれをぜひ、うん、精神にしたらっていうことで今回の。なるほど。やっぱり、僕もそうですけど、まあ、精神に入ってた時にね、なんでこんな病気になったんだろうって考えましたけども、 その後退院していろいろ考えて、やっぱりなんか意味があったんだろうと思いになってきましたから、ね、うん、やっぱり理恵さんそうですか。そうですよ、うん、もう生まれてきたことが、うん、まあ本当にね、これこの間ドクターに聞いたんですけど、医学的に、もう科学的に素晴らしいことなんですって。お、要するにこう流産されちゃう赤ちゃんとかね、うんうん、やっぱり遺伝子にたくさん傷がついてから、はい、生まれてこれないんですって。おー、だからもうこの世に生まれてもう息ができるっていうのはもう本当に素晴らしいこと、うんうん、まあ、僕なんか子供の頃、なんで僕は生まれたんだろうって考えたけども、うん、そのね、なんか意味があるんじゃないかと、うん、だけどこの頃60過ぎて少しずつその意味が分かってきたような、またちょっと自己欺瞞なのかもしれないけど、うん、分かってきたような気がしました ね、うん、じゃあそれそろ、その、副題、息子と共に生きる、はい、本間理恵、はい、命光る時、アマゾンでも出してますよね。はい、アマゾンでも買えるってことですよ。川出書房から出版しました、はい、それをじゃあちょっと、読んでいただいて、その内容をいろいろと、はい、説明していただくって形にしたいと思いますので、はい、じゃあまず一つ、読んでいただいて、もう最初にもうパッと朗読していただいて、その後、はい、その内容をちょっとずつ説明していただきたいと思います。はい、わかりました。お願いします。命光る時、砂の味、我が子が命と向き合っている時に、どうして私はお腹が空いたなんて思うのだろう。たとえ生理現象であっても、自分が世の中で一番汚くダメな母親だと思える。すべての食べ物は砂の味。それはいつ頃書かれたんですか。これは前半でお話ししましたけれども、フランスで一例だけあった症例をもとに骨髄移植をした後、無菌室というところに10ヶ月いました。はいはい、でその時に、まあ、無菌室ですから、もう本当に出れないわけですね、はい、だから。で、まあ、お食事も、はい、まあ、とにかく片時も離れたくないので、お部屋から出ないわけですよ、はいはい、で、まあ、でも、まあ、生きるためにはちゃんと食べなきゃいけないし、うん、そうですよね、もちろんお腹が空くことも生理現象だからしょうがないんですけれども、まあ、息子はもうお食事も食べれずにヒーヒー言ってるわけですよね、うんうんうん、でその姿を見たときに、見たときっていうか本当に砂の味がしました、うん、これは味合わないとわからないと思うんですけれども、もう味がない、うん、でもう本当に思いました。なんで
こんな時にお腹が空いたって思うんだろうと、うん、だから食べなかったですよ本当に。あ、食べ何日も食べなくて。え、何日も。そうですよ、あのすごく GVHD といって拒絶反応が出るんですよ、骨髄移植すると、うん、でその時に、うん、まあ願掛けをしたわけです。なるほど。あと何日食べなければ熱が下がるとか、うん、ああ、いろいろそういう自分なりにもうその時のね、うん、心情ってね、うん、神がかってるわけですよ、はいはい、だから、うん、何かをしてないともう精神が保ってられないんですよ、うん、もう本当に気違いになりたいけれど、うん、なれないわけですよね、うんうん、私の場合は、うんうん、だからもうとにかく何かしようと思って、うん、もう、うん、あの病室で般若心経を変えたりとか、うんうん、あのもう階段をお子ちゃんが寝ている間に、うん、病棟の階段を登ったり、うん、降りたりね、うん、したりとか、うん、ご飯を食べないって決めたらもう3日、うん、今回は食べないとかね、うん、そんな感じでした。うん、なるほどね。そうかそれぐらい追い込まれたんですよ初めて、はい、人生の中で。お母さんだからそうなのかな、うん、そうですね、あの男性のね、本当にあのよく私もあのピアカウンセリングっていって、うん、あの病院でね、生、う、育、ん、医療センターでも、うん、3年間、うん、東京都でもやりましたけど、うん、まあ、ほとんどがあのご主人の悩みと、うん、ドクターの悪口です、うん、なんでこんな話になっちゃうの。やっぱり男はあまりそういうふうにまあね、自分の分身とまた考えられるんでしょうね、子供のことはね、分かんないけど、お母さんっていうのは強いですね、うん、お母さん。そうですね、やっぱりチャックさんどうですか、そこら辺。そうですね、やっぱりあの女性の体を落としてやっぱり実際に生まれるわけですから、はい、うん、やっぱりあのそこはやっぱり違うと思いますね、うん、やっぱり今 の, あの砂の味っていうのはすごく印象的で、うん、はい、まああの何だろう、まあ、僕もあの、まあ、全然あのちょっとスケールが違う、なんか小さい話で恐縮なんですけど、うん、やっぱりあのピアノがうまくいかなかった時期があって、その時やっぱり結構なんかあのなんかあのいろいろ悩んでた時期があって、やっぱりなんか食べるのがあの、うん、なんかそういう砂の味になんか、うん、食べてても味がないっていうのはありますけど、うん、でもやっぱりあの本当にすごいあの、うん、ご自分 の, その息子さんが、うん、そういう、うん、大変な状況の時にそれでもやっぱり自分がはお腹が空いて、うん、それでなんかなんて言えばいいんでしょう、あの すごくなんかあの印象的にの、うん、残ります砂の味というのが。僕はね、やっぱり精神病院に入院した時にこうおふくろが秋でこう、ね、タクシーに乗って病院に行く時に見てるわけですよね。こう僕はもう半分狂ってますけど、でもこうおふくろの顔見てるとね、もう本当にこう涙がこう出てきたりね、おふくろがね、うん、お母さんがね、うん、おふくろがね、おふくろがね、だからやっぱり母親っていうのは自分だったらどんなにいいかって思うわけですけど、うんうんうん、変われないですよ ね, すよね。だからそれがもうもどかしいのと、うんうん、だから私も患者会も今もあの精力的にやってますけど、うんうんうん、自分の病気だったらやらなかったでしょうね。これやっぱりね、息子の愛する息子のためだから、でも あれでしょ、息子に代わってやりたいとか思うわけでしょ。もちろん、うん、だってもう本当にこの一番移植して苦しい時なんて、うん、もう神様もお願いも本当に、うん、もう私が今こう道路に飛び出してパーンと離れられてね、私のこの持っている機能を全部こうちゃんにできるんだったら、うん、もう死んでもいいと思っちゃった、うん、もうそれも思いましたし、私実際に交通事故に遭ってるんですよ、うん、実はこの、はい、あの本の中に書いてあるんですけど、はいはい、私もあの何でも始めると何でも集中してどこかまでやる性格で、うん、まあ、介護しすぎたんですよ、うん、こうもう、もう朝目覚めてからもう寝ても覚めても、うん、あの今はね活動に恋してるんですけど、はいはい、その時はあのもうとにかくこうちゃんを何とかしたいということで、ね、12年間ぐらいね、うん、全く外に出ませんでした。あの、ずっとあの、はい、こうちゃん の, その面倒を、はい、なんかね、お化粧品を買ったとかね。そうなんですよね、うん、それでタクシーじゃねえや、事故を起こして。そうなんですよ、うん、あの本当にね、うん、あのもうさまよってました、うん、で介護しすぎて、うん、実はもう本当にあの
今度死にたくなっちゃったんですね、うんうん、で、まあ、それが今から12年前ぐらいかな、まあ、あのプチ更年期でもあったんですよね、うんうん、年齢的に40過ぎてで、ふらふら歩いてたんですよね。それであの車にはねられて、うん、でもね、生きてたんですよ、うん、まあ、生きてたっていうか、怪我あんまりしなかったんでしょ。死にたくてふらふらしてたのに全くむち打ちも骨折も何もなく、うん、なんか奥歯がちょっと欠けたか、そう、欠けてたのを3日後に気がついた、うん、でも本当にやっぱりね、その瞬間に思ったのは、うん、息が吸えたってことですよ。ああ、それは何、自分のためじゃなくてこうちゃんのために息が吸えた。いやいや、もうそれもだからハッと我に帰ったんですよね、うん、それまでは自室呆然でも介護をしすぎて、うん、美容院にも行かず、うん、おしゃれもせず、うん、もうちょっと買い物にね、うん、スーパーに行っても発作になったり熱出したりすると、うん、またその自分を責めるわけですよ、うん、はいはい、私が外に出たから、うん、もうだから張り付き状態でやっていたのに、うんうん、まあそれは12年もやってたらおかしくなりますよね、うん、そこであと自分のなんか性に気づいたってことですね、そうです、やっぱりまず生かされて、はい、そうですよね、もしそこで死んでれば、まあ、そこで終わしてもらえたけど、もう今だってお客さんにも加賀さんにも迷わないです。いやいや、それもそうだし、やっぱり生かされたというかね、その何かあったからこう生きていなさいってことだったね、多分。あのやりすぎちゃうんですよね、うん、何でもあの、まあ、どっちかというと頑張るのが得意で、いや僕もそうです、休むのが下手なのでよくお袋に言われました、過ぎたのは及ばざるかことした、でもね、そういう時って、うん、こうちゃんが必ず熱を出して、うん、休めって、ああブレイクをかけられる本当に、それで休まざるを得なくなるんです、うんうん、それでそのまたこの中でもさっきあの化粧品を買って、うん、そのそうなん、うん、気がついたという、あの、うん、事故にあった後ね、うんうん、あ、そういえば美容院に行ってないと思って、うんうん、最初に行ったのが青山の美容院だったんです、うん、はいはい、なぜ青山かわかんないですけど、わかんないですね、やっぱり青山かなって思って、まあ、うん、おしゃれな街ですし、うん、ね、なんか銀座じゃない、青山でしたね、表参の青山ですね、はい、あ、そうなんだ、渋谷でもない、新宿でもない、渋谷じゃない、渋谷はちょっとあのまたね、値段があのが、ね、大衆向けなんですね、はい、ああ、なるほど、まあいいや、それでその化粧品を買って、化粧品のマットに、はい、ここに出なっちゃうけど、はい、飛び込みで、私あの目力がないので、うん、お化粧を教えてくださいって飛び込んで、うん、で、メイクして帰ったら、うん、何にも言ってないんですけど、うんうん、パパと娘がもうすぐ気がついたんですよ、うん、お母さん今日どうしたのって、うん、すごい綺麗だよって言ったんですよ、で、うん、嬉しくなっちゃって、うん、でそれからの化粧品を揃えたり、うん、病院にもこう定期的に通うようになって、うん、そうするとなんかこうすごく気持ちが楽になってリラックスして帰ってくると、うん、なんとなくこう家族のなんかいい感じ、雰囲気が違う、そうそう、うん、でなんかお母さんなんか最近楽しそうだよねって、うんうん、でその延長上に今があるんですけど、うん、今はまあね、なんかまた自分の時間が逆になくなっちゃったんですけどね、活動しすぎて。でもこうちゃんはどうだったのその時。いや、うん、こうちゃんは、まあ、すぐには変わらなかったけれども、うんうん、私がそのなんかすごく笑顔が増えていって、本当に実は連れて帰ってきた時、うん、全く笑わなくなっちゃったんですよ、うん、それがね、うん、私がこう化粧して帰ってきて、うん、楽しそうにしてることが増えていけば、うん、増えていくほど、うん、薄髪を剥ぐようにですけど、うんうん、笑うようになりました。もう今なんてね、うん、私が失敗しても笑うんですよ、バカにするの、そうです、みたいな。でもそれはやっぱり家族の雰囲気が良くなってきたっていうのがあるかもしれないですね。それぐらいね、はい、やっぱりあのほら、うん、今あの表情がないお年寄りとかね、うん、アルツハイマーが進んでたり、うん、あるじゃないですか。でもね、うん、ああいう方々も本当は実は分かってるんですよ、うん、息子を育てて本当に思う。だから、うん、やっぱりね、私たち元気な人が引き出してあげる、うん、周りのこう雰囲気 で、はい、ね、だからそれこそ着さんが言ってる音楽だったりとか、うん、こういう会話だったりとか、うん、こう笑い声って、うん、体をね元気にするんですよ、うんうん、で今そういうことを、うん、いろんなことをしてます、じゃあ次の、はい、やつを一つお願いします、はい、宝探し、あれがない、これがない、あの人が優しくしてくれない、この人は連絡をくれない、ないことを嘆くより日常に
あるを増やそう。ないものを探すより、これもある、あれもあったの宝探し。息ができるだけ幸せ。本当に幸せ。さあ、深呼吸して。以上ですか。はい。はい、いやその内容もいいですね。僕も苦しい時にね、失うもんばかりで失うもんを数えてましたけど、最初のうちはだん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 失うもん数えるよりも、あ、まだこれが残ってるって思った方がいいなと思うようになって、本当にね、物は考えようで、うん、なんか例えば、うん、天候に左右される人ってすごく多いじゃないですか、はいはい、で私はもう雨が降ったら、あ、これは浄化されてるって思うんですよ、うんうん、でもで、ね、天候のエピソードもすごくあって、うん、何かの時って、ね、必ず私晴れるんです。お、晴れ女で、こうちゃんも晴れ男、へ、もう ね、天と繋がってる、あ私はそう思って勝手に、いや僕もそうです、思い込みです自分は、うん、本当にそう思いますよ。逆に言うと、まあそれは自分では自分で思い込みでいいんですけど、うん、人にそれ言ってもね、だから人にはあの、ね、申し訳ないけど僕の思い込みですけどっていうふうに言っちゃうんですよ、ね、うん、いいんだと思う、うん、もう私なんてパッションで生きてるから、うん、もう今日感じるままに、うん、なんか雨だから嫌だなと思ったら嫌になっちゃうし、うんうん、そうです、例えばそこでお約束をしてる、うんうん、あの人がいたら嫌な気持ちが伝染しちゃうので、うんうん、だから今日はあの真っ赤を着てきたのは、うんうん、ちょっと昨日実は夜遅くなって、うんうんうん、あのいつも以上に睡眠不足だったんですね、うんうん、だから私あの気合い入れるために今日は赤を着てきました、ね、あの僕はね、海外で赤が大好き、うん、あ、赤が大好き、そうですね、血の色だから、はい、あのなんかこう血が流れる、ね、それだけじゃなくてファッションだよね、やっぱり、そうそう、だからすごくそういうのを毎日毎日大切にして、うん、雨だからといって気遅れしたりする必要ないと思うんですよ、全然ないですね、もう、うん、今日の気分を変えるのは自分次第だから、うん、あの考え方次第ですね、そうそう、はい、絶対ね、なんかこうなんだろうね、誰かが幸せにしてくれるなんてまずないですから、そうですね、はい、はい、自分がどうするか、そう、自分の幸せ、その第一歩は自分が考え方を変えることですよね、本当にそう思います、ああここにまだこういうものがあったって、自分は全部失ったけどまだこういうものがあるよ、ね、これが売りだよっていうふうにね、うんうん、それがやっぱりファイターの元ですよね、うんうん、そうですね、悪い過去のその考え方とか解釈しないでは、うん、まあ、いい思い出になります、そうですよ、それを続けてると、うん、そのなんか今とか未来にもいい影響が、そうです、ね、だからリエさんを見て僕はね、あ、この人はパッションがある、力がある、元気だ、すごいって、ね、結構逆にね、元気しかないんですけど、いやいや、だから他の人にあのリエさんと紹介するときには、この人元気あるよ、すごい力もらえるよっつって、ジャックさんなんかもそうやって紹介して、元気があるのが一番だと思います、本当に、うん、ファイトもらえるもんだって、うん、もう元気だけだっていいそう思いませんか、自分でも、うん、なぜそれでなんかあの、うん、例えばね、元気がなくても、うん、私人が好きなので、うん、なんかでその人のこと思ったりして、うん、励ましてるうちに自分が元気になるもんなんですよ、うん、なるほど、はいはい、でなんかそういうのもあってね、うん、以心伝心っていうじゃないですか、うん、でなんか思ってるとその人からメールが来たりとかするんですよ、はいはい、うん、そういうのもすごく大事にしていて、うんうん、なんかやっぱり偶然じゃないと思うんですよね、うんうん、なんか思った波動がこう通じて、うんうん、それはあるかもしれないですね、そうそう、でもそういうのすごく嬉しくて、うんうん、あ、なんか、あ、伝わったとか、うん、メールくださったとかって、うん、だからそういうのをなんか、うん、まあ一期一会って言葉もありますけど、うんうん、私はあのすごく人とのつながりとか、まあシンクロネシティとかね、うん、でも本当にそういうのはね、うん、きっとあるんだろうな、うん、まあ科学的にはあの私は全くわからないですけれども、うん、いや今の科学ではまだ証明されてないですけど、なんかあるみたいで、うん、だん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 証明されるなんて言ってますよ、そうですね、うん、それにまず感じられるってことは生きてるからじゃないですか、そうですね、はい、うん、じゃあまた次のもう一つ、はい、はい、お願いします、最後に、はい、はい、いつもいつも生かされている毎日を喜ぼう、隣にいる人の幸せを一緒に喜ぼう、自分が生まれてこれたことに感謝しよう、一度しかない人生を楽しもう、いつもいつも周りの人に心を運ぼう、心が震え燃え上がるようにいつも感じていたい、ありがとうありがとう、
それも僕の耳いつも考えることというかね、あの本当ですよね。あのまあ何回も言うようですけどね、やっぱり危機に陥った時っていうか、本当にもう人がこう離れていく時っていうのを感じると、もう、ね、その時一番辛かったけど、その中でその何ていうか本当に最後まで残ってくれた友達、声かけてくれてね、ちょっとこっちから声かけて、みんな電話かけてくるとかね、電話に出ないとかするわけですよ。でもね、そういう友達は最後に残ってくれた人たちは、もうまた会おうねとかね、本当にありがたかったね、あの時は。やっぱりリエさんもそうだったのかな。まあ、あの本当にあの、病気、まあ自分の病気ではないですけれども、病気になると、やっぱり何が大変かっていうと、まあ、今患者会もね、あのここだけじゃなくて難病ネットっていう本の副理事長も今一つやってるんですね、はい、そこにはあのやっぱり大人の病気の慢性疾患の方とかもたくさんいらっしゃるわけですよ、やっぱり皆さんおっしゃるのは、やっぱり孤独感閉塞感ですね、病気になったことで一人ぼっちになっちゃって、自分だけだって思いがちなんですけれども、実はあの難病のでどんどん増えてますから、今もう6,400、8,000とも言われてるんですね、あのもはや人ごとじゃないよって言うんですけれども、まあそもそもね、あの太りやすい人とか、ね、ひょろひょろの人とか、みんなこうあの個性があるわけですよ。そりゃそうですよ ね、だってもう痩せたい痩せたいって言ってるけど、どんどん太っちゃう人とかね、みんなの悩みがあって、あのみんなそれぞれ違うけれども、やっぱり本当に生きてるって素晴らしいし、やっぱりあの周りの人のなんか素敵なところを探しながらね、みんな悪い、私だって完璧じゃないけれども、みんなこうそれぞれ素敵なところがあるから、なんか本当にさっきのような宝探しですよね、そうですね、なんかこの人、だから私お話しするときに、まあちょっと嫌な感じの人もいるわけじゃないですか、でもなんかないかなと探しながら、それすごくいいですね、本当に。なんかあの その宝探しって表現すごく今いいなと思いました、ありがとうございます、まあそうですね、まあまあね、よっぽど帯にもかか、あ箸の棒にもかかんない感じのね、自分と合わないなっていう人もいるけれども、できればそのね、あこの人こういういとこがあったって言ってね、お付き合いしたいですよね、本当に。そうですね、それだけじゃなくてね、やっぱりさっきも言ったようにこう絶望の中にいるとね、その、ああまだここに自分の宝があった、ああまだここに自分の見るべきものがあったっていうことで、希望に結びつくじゃないですか、でそれをちょっと伸ばしていくと、例えばなんか人に褒められたとか、そうです ね、あの例えば僕だったら展覧会で入賞したとかね、そういうふうになってくると自信がつくわけですよね、やっぱり。そうするとまた今度人前に出てこうっていうふうになるじゃないですか、でまたね自分が影響を及ぼそうとかね、そういうふうになるとやっぱりまた力が湧いてきますよね、そうですね、だからそれは多分ね目標になるんだと思います、自分が好きなことを達成する達成感とか、まあ、あの私ね、あの本当に大変な時は仏教の勉強もすごくしていたことがあって、本当にお坊さんになろうとしている時に事故になったんですね、実は、でやっぱりその仏教の世界でも一番汚いのは妬み恨みつらみなんですよ、やっぱり人あのガキって出てくるんですよ、ガキのね、変なものを取り入れて、お肉をこの人のものをこうやって羨ましそうにっていうのから、やっぱりそれがね一番汚いって言いますね、だからあのみんなあのね、隣のあの畑はよく見えるんですよ、そう隣の芝生は青く見えるって言いますか、本当にね、あ芝生だったあの本当にねよく見えるんですよ、だからどっちかっていうとないものを探してる人が圧倒的に多くて、まあこうブランドのバッグね、私あのシャネルよとかね、あのまあそれもお好みなのでいいんですけど、やっぱりその特に年を取ると着飾ってもあの出ちゃうので、特に女性はあの私はあの中身でそりゃそうですよ、内容で勝負しないとね、やっぱりそうそうそう、あのやっぱり考えるんですけども、あの、まあ、リエさんも般若心経を読んでた、書いてました、書いてました、僕もねやっぱり辛い時に般若心経をねずーっと読んでたんですよ、でも覚えるぐらい読んじゃったんで、今でもちょっとはねよく言えるんですけども、その時にこう考えたことっていうのはやっぱりこう最初はね、こう字面読んでるわけだから意味なんか分かんないわけですよ、
漢字財宝さんってやってるね。だけどだんだん覚えちゃうくらい読んでると、うん、ある一文がこう出てくるわけですよね。でその時に、あ、これはこういうことを言ってるんだって、こう事実、そのなんか現象があった時に分かるんですよね。特にこの間ね、大須賀先生っていうあの、うん、先生と対談したんですけども、うん、その時もね、こう般若心経の話に行きまして、うん、やっぱりね、その般若心経っていうのはやっぱりこう、なんていうのかな、こう全体を、全体の中の、宇宙の中の、うん、自分っていうようなところがあるんですよね。だからそれであの先生はエンカウンターっていうのがもう専門なんですけども、それはやっぱり人との出会いとか、それがその全体宇宙の中の流れの中の、組み合わせとか、遠くにあって、それがなんでここでね、こうやって例えば一度に会うのかとか、そういうことも全てこうその全体の流れの中に組み込まれてる。私も、ね、うん、本当にそれは自分で思います。なんか特別に何かそういう勉強したわけじゃないですけど、うんうん、今までの自分でこう経験されさせられたことを、うん、こうちゃんに教えてもらったことを見ると、うん、まるでね、こうあのなんか天から、うん、宇宙っていうのかな、うんうん、もっと壮大ですよね。まあ神でも仏でもいいですけど、なんか見ていて、うん、誰かが、うん、誰か神様なのかわからないけども、うんうん、なんかこう絹糸ってすごく細いじゃないですか、はいはい、シルクをね、はい、こうブワーでこう世界中に垂らしていて、うんうん、なんかこう私は操り人形のように、はい、こっちに行ったり、うん、ピンって向こうに跳ねられて、はい、たまにこういい人を寄せられたり、たまになんかちょっと違う人を寄せて学びなさいって言ってね、なんかこう本当は全てシナリオが決まっていて、いや僕もそう思いますよ。なんかその中で私はこう、うん、だってね、うん、今私はこうやって元気でいることがもう、うん、おかしいんですよ。奇跡ですよね。もうこんなに寝不足でもう21年介護してるわけだから、うん、あのっていうのかな、このパワーと体力と、うん、それから家族の環境だと変わるし、はいはいはい、いろんなことが起きるわけじゃないですか、うん、生きていれば、うん、でもなんとかこうしてできているのは、うん、やっぱり人様に助けてもらってるからだし、うんうんうん、だからね、やっぱり、ね、朝起きたらもう嬉しいと思うんですよ、うん、だから、はい、それがね、そのありがとうってますね、うん、もうお日様に、うん、父と母のお写真があるので、うんうん、必ず私 は朝お水をね、うん、あげてるんですけど、お父さんお母さんありがとうって、今日も頑張るよって宣言をするんです。それがまさにエンカウンター。もうエンカウンターっていうんですね、シンプルですっていうかね、いろいろ、うん、まさにそれを般若心経でも言ってるみたいなんですよね。僕はこの間大沢先生に聞いたら、あれもね、うん、今から思えば、うん、もうほらその無になって書くわけですよね、はい、でもあの時の私って、はい、紅茶を直してください、なんで私の紅茶なんて、こう、うん、もう怨念みたいな、いやいいんですよ、それそうそう、だからそうしたらよくなる、うん、もう今だったら多分すごくフリーダムに書けると思うんですよ、うんうんうん、みんなハッピーにとか、うん、今日も幸せとかって思いながら、うん、それはあのもうお寺に納めました、うん、こんなに書きましたけどね、あの結局まあもう必死の願いですよね。そうですよ、まあ逆に言うともう鬼かもしれない、そうそう、炭を吸うところがさ牧師じゃいけないので、はいはい、もう炭を吸って、はいはい、でほら当時は外にも出なかったので、うんうんうん、ひたすら吸って帰って、うん、何枚ぐらい書いたんですか1日で。100枚ぐらい書いたの、そこまで。1日で100枚、まあ、こちゃんのケアもそんなに書いてないですけど、はい、いやお寺に納めたら何枚ぐらいですか。いや、もう一箱どころじゃないですよ。そうなの、一箱にこんなに1000枚ぐらい入るのかな、500枚ぐらい入るの、うん、いやそれ半紙でしょ、3箱ぐらい買った。すごいな、おねおねのいや、でもやっぱり今だから笑うことでいいけどね。いや、僕はやっぱり般若心経を書いたけど、ずるして僕実家消したなんか休みがいいんですけど、私も言われて、はいはい、まあ、だから本当に、うん、まあでもやりきっているので、うん、その時その時でなんかだからなんか私は人生はやりきった方がいいと思うんですよ、うん、こうなんか、うん、こうかなとかあの人にこう言いたかったのとかじゃなくて、うん、やっぱりあのすごくシンプルでいいと思いますね、うん、なんかほらみんなこうキャプションつけてさ、はい、やるじゃないですか、はい、世の中って、はい、あのね、はい、いろいろ、はい、あのメディアなんかもそうじゃないですか、はいはい、でも本当に多分真実って真実って、まあ、誰にも分からないけれども、うんうん、あるわけですよね、うん、ここにはやっぱり息子との関わりがあったり、うん、これは
まあ別に何かに乗るわけじゃないけど、うん、まあここにはね残せましたけど、うん、だからなんでだろうって思うけれども、やっぱり自分がその真実を毎日一生懸命生きることで、うんうん、またそこに関わる人たちがいて、うん、またつながって、うん、やっぱり私はねもう本当に一番大、まあ愛とか愛なんですけど、うんうん、やっぱり人とのつながりがやっぱりすごく大事だと思うし、うんうん、今私があるのも本当に自分の力だけでここまで来たわけじゃないので、だからで本当にあの医療界の方たちにたくさんお世話になったりじゃん、看護師さん、ヘルパーさんね、今までこうちゃんに関わってる人でも数え切れない、だから私なりにそのまあ別にその医療的な免許は持ってるわけではないけれども、患者会をやることで本当に医療を良くしたいっていう気持ちがあるんですね。なるほどね。やっぱりその人間関係のつながりと、やっぱりその自分の意思と、その意思っていうのはそのね、なんかやりたいっていうね、そっちの方の意思ね、それとやっぱり密接な関係を持ってて、はたまたそれが使命かもしれない、その神なりそういう理恵さんが今置かれてる状況でそういうことを考えて行動するのが神様なり、そういうこう何て言うんですか、宇宙の流れの中に組み込んだ中で何かにやりなさいって言われてるのかもしれないですね、そういう使命が与えられてるのかもしれないですね。で多分、なんかやろうとしてもできなくなるんですよ。できなくなるときって。ところがうまくいくでしょ。そうなんです。うん、だから本当にうまくいくときって別に、人間ってほらやっぱり褒められたいと思うじゃないですか。賞を取りたいとか、あの有名になりたいっていうことからスタートしちゃうと、やっぱり動機が不純なので、まあもしかしてそれで成功する方もいらっしゃるのかもしれないけれども。今まで見てると、なんかあんまり考えない時の方がうまくいってます、なんかこう、心に素直に、自然体みたいな、そうそうそう、シンプルに飾らずに人に言えた時とか、飾らずに何かできた時って、なんかこう、いい効果が生まれて、なんか、あれできちゃったみたいな感覚ですかね。いや、あの申し訳ないけど、僕はあの自己顕示欲が強いので、賞を取りたいとかね、人に褒められたいとかね。それはね、とても人間が生きる上では大事なことなので、いや、そういうのが随分強いですね、僕はね。いや、でもやっぱり香川さんもこういった活動を通して、まあ、そういった自己顕示欲の強みもありますけど、こういった活動としてその社会貢献とかっていうのは、それはもう、なんか知らないけど、どっちがあのメインなんだか分かんないけど、やってますね。素晴らしいと思います。ね、きっとね、その自己顕示欲っていうのが、自分を表すパフォーマンスだと思うんですよね。そのご病気の時に、すごくずっと閉じ込められてたわけじゃないですか。閉塞状態ですよ。そうそう、だから、またそれを出さないとね、人間ってどっかで溜まりますから、あのとにかく溜めない方がいいと思うんですよ。私なんてもうこのまんまですよ。もうす東大の先生だろうが、全然もうリーさん流にやっちゃうんだ、料理したんだ。あんまり、あのだから、まあ、もちろん言葉遣いとか気をつけなきゃいけないけれども、もうこのままです。面白いですね。当たりのまま。あのリエさんの見てるともうどんなところでもおじけないっていうかね、元気ねえな、まあ僕もそうですけど、おばさんもしかするとノーベル賞があるのもらっても平気でおじけないでいっちゃいそうですね。そういったものはやっぱりこうちゃんのおかげって面もあるんですよ。なんか、そうそう、だから最近よく聞かれるのは、緊張しないんですかとかね。でもね、うちね、私父がその、会社自分でやってたんですけど、父が結構講演とかする人だったんですよ、で、なんか乗り移ってるんじゃないかなと思う、で、もともと何してたんですか、でね、最近質問で多いんですよ、学生に聞かれるの、なんでそんな元気なんですかとかね、そのパワーの源は何ですかとかね、だけど、なんでこんな昔からこうだったんじゃないんですよ、本当に小さい時はどっちかというともう本当にいじめられっ子で、転勤族だったので、本当に高校生になるまで、どっちかちょっとこう隠れて暮らして生きてました、恥ずかしいとかそういう感じというか、もう手を挙げるなんてとんでもない。そうなんですか。今なんか考えられないでも、小中では陸上をやっていて、神奈川県大会出てるんですよ。でそれが、まあ、結構メンタルができていて、
でもそれでもあんまり人前に出るのは好きじゃ なかったんですけど、うん、高等部で生徒会やったんですよね、うん、生徒会長で、あれでね、目覚めちゃったんだと。はいはい、どうもそろそろ時間になりましたので、はい、今日は、本間理恵さん、ALD の未来を考える会の理事長をお呼びしてお話を伺いました、私香川亮と、チャック清水さんを、パーソナリティとして、放送しました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。